この時間は2020明治安田生命 J2 リーグ第23節レノファ山口 FC 対ジュビロ磐田の一戦をお伝えしていきます。試合は山口のホーム維新ミライフスタジアムで行われます。両チームのスターティングメンバー、ホームはまずは山口からです。吉光、田中陸、真鍋辺仁、橋本光、辺南、池上、浮田、小松、高井と入っています。控えメンバーはこのようになっています。そしてアウェー磐田です。八田、小川大輝、大井、大部、伊藤、松本、上原、山本光介、藤川、ルリーニャ、小川、光輝と入っています。控えメンバーはご覧の通りです。さあここはヘディングシュート、山口小松で先制です。いやー、わずか一つのチャンスをものにしました。いや、ちょっとね、はい、僕たちも油断してたというか、ね、ちょっとアバウト気味なボールだったので、ご覧いただきましょう。田中陸からのボールです。コーナーキック、ヘディング、ヘニキ、ヘニキがねじ込んで2点目、山口です。セットプレー、ヘナンだけじゃないんだ、俺がいるんだと言わんばかりにヘニキ。まあ、ここマンツーマンでついてたんですけれども、少しあの距離を空けながら磐田のディフェンスがついてたので、ちょっとヘディングするときに辺仁選手はね、フリーでパワーを持っていける状態になりましたよね。はい、上原からのボール、先に吉光。さあ、もう一度ゴール前、小川光輝のところですが、左足で最後伊藤でしたが、今度はヘナン、このパスは小川大輝、あとちょっとミス気味になって浮田、カッサラインに行きます。さあ浮田、浮田シュート体勢に持ち込むか、浮田のシュート、わずかに外れました。今のが決まっていれば山口ものすごく効率のいい、そんな得点になりそうでしたが、浮田の惜しいシーン。さあ1点返したい磐田。上原と際どいところでしたが、上原のキック、背番号8の村田が後半の頭から小松に代わって入って、どうやら磐田は選手交代、後半の頭からはないという形になります。この後半の戦い、リードを保ちながら勝利へ向かいたい山口です。後半の頭から入った村田、わあ、村田ここは失わない。さあ一気に中を見た、村田からのボール、3点目、高いで3点目は山口です。なんと今日は効率がいいことでしょう。山口3点目、ここもワンチャンス仕留めました。多分ね、村田選手右サイドでドリブル単独でもね、仕掛けれるっていうのは、まあ、伊藤選手の攻撃を、ね、押し込める意味もあったと思うんですけれども、そこで1対1のストロングな部分もね、出せましたし、なんかこの辺は采配ズバリなのかなという感じしますけどね。池上、村田が呼んでいる、そこに渡る。さあ村田、村田、そして浮田、おしゃれなシュート浮田でしたが、わずかに外れています。山口はやることははっきりしてますよね。今の村田選手もね、
大森、この辺りはテクニック見せる。大森、大森折り返して、ルキアンでしたが、大森折り返し、最後ルキアン。ここ抜けてきた、あと戻ったか森、ただまだ粘る、折り返して、あと森のプレー。いや粘りましたけどね、はい、最初のシーン慌てましたね。今日は効率よく3得点、そして完封勝利を収めようかというところまで来ています。今試合終了の笛です。レノファ山口 FC、 今日は快勝の3対0、効率よく加点し、そして失点は許しませんでした、連敗もしませんでした、2試合ぶりの勝利です。逆にジュビロ磐田はこれで6試合勝利なし。